現在地、で戻ってくると。よし。一輪咲いて、その時を待って、明日また咲くために守ってください。花、平らっちょっと。花の時期だよな、本当は。来るのは。よし、行きましょう。山コース、いきなり、急登。多少は、残ってるかなって、ここで。まだ、下、標高1000メートル。あ、こんな感じで、の紅葉ですね。2合目。だいぶ上がってきた感じで、でもまだ1264、まだまだですね。でも2000の千の倉山、千の倉山まで行きます。やっぱ昨日のマラソンの疲れ、飲み疲れ、で今日は足がパンパンです。1400ぐらいですね、この鉄塔。千の倉山どこだろう、景色。鉄塔のとこから結構眺望がいいですね。あそこ松出山かな、行きましょう。ああ雄大な景色ですね、これ素晴らしい。何してるんだ。1合目あ、苗場さんもすげえな。苗場さん、あれやっぱ寒山頂大地、苗場さんが素晴らしい。はい、春菜さんのこっちが赤城山かな。よし、千の倉山向かいます。こうだ。
階段。山の家が見えてきました。入山完了。行きはこっち行って、今こっちから戻ってきた。ああ疲れた。ここもうそこが駐車場で。ああこれもみじがいいな。この赤いもみじいいですね。無事、怪我なく、行ってきました。平っぴょ山と千の倉山。最後林道が長いんで、ジョグして帰ってきました。だいたい、ファストハイクなんで4時間で帰ってきました。戻ってきた。そのカード。ちょっとトイレ行って、帰ります。駐車場は結構夏じゃないから空きは結構あります。今シーズンは今日は11月4日今シーズンはこれで山は最後です。2月とか4月かな行っても。でしばらくは2ヶ月間はマラソンシーズン。マラソン頑張ります。マラソンの動画もぜひ見てください。お願いします。それでは。